だから、本当に大丈夫だって。心配されるようなこと、何にもないよ。うん。うん。はぁ？お見合い？いや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 。お見合いなんていらないよ。恋人がいるのか、っていないけど。とりあえず、お見合いなんてしないから。また連絡します。じゃあ。ギャー！うふ。お疲れ様。電話の相手は、お母様？いいじゃない。今の時代お見合いなんて、めったに縁があるわけじゃないわよ。お母様を安心させてあげるためだけでも、行くだけ行ってみたらいいんじゃないのかしら？仕事の内容でも、お母様に心配をかけていると思っているなら、それくらいの親孝行しなきゃ。良いご縁になるといいわね。何ですか？あれ。こないだの一件から、優しいというか、距離が近いというか。ここで、忙しい人のための、これまでのあらすじ。私、ことぶきなでしこ。サポート部でこき使われている、アラサーの OL、マーケティング部部長。お姉、女帝。かぐちなつこ。過去、なすねえ。と、戦う毎日。私の実家が大口の取引先だとバレて大変。学歴、家柄主義のナスネーは私に大接近。もう、どうなっちゃうの？気になる人は過去の動画も見てね。お見合い、行くだけ行ってみたらどうですか？お母様の顔を立てるためにも。行くだけか。あら、素敵。スカートなんて久しぶりに履くから恥ずかしいんだけど。なっちゃん、あなた可愛いんだから自信持っていいのよ。本当に一回きりだからね。そんなこと言わないで、すごくいい人だって紹介してもらったのよ。お待たせしました。ことぶきさんですね。中田です。本日はよろしくお願いします。イケメン、苦手です。ハンサム、なっちゃん、やったわね。ゆうちゃん、ちょっと待って。ママ、急がなくても大丈夫だったのに。ゆうちゃんを一人になんてできないわよ。おしゃれに時間をかけてくれてるんだ。遅れたって問題ないよ。ゆうちゃんは本当に優しいわね。ママ、お母さんに優しいのね。素敵。ことぶき呉服の奥様ですわね。ドレスの大ファンですの。こちらこそ、素敵なご縁をいただけて。光栄ですわ。こちらこそ、奥様とお会いできただけで、光栄ですわ。ことぶき呉服に、こんな年頃のお嬢さんがいたなんて、知らなかったわ。お家を継ぐことは、考えていないの？勤めている会社で、長く働いてまして。広告会社でしょ？いい家柄のお嬢様は、いいところで働いてるのね。お母さんの知り合いじゃないの？紹介してもらったのよ。じゃあなんで話もしてない情報を知ってるわけ？おしゃべりが上手ないい奥様じゃない。ところで、ことぶき呉服の奥様とお会いするのに、無礼のないようにとびっきりにおしゃれしてきたんですよ。これなんか、オーダーメイドで100万円かけて作らせたものなんですよ。
これだって。有名デザイナーの新作ですし。それなのに奥様。すごく質素な格好でいらっしゃるんですもの。え？私？私一人張り切ってるみたいで、恥ずかしいわ。恥ずかしがることなんてないよ、ママ。今日もママは、すごくおしゃれで、すごく素敵だよ。それに、こういう場に着飾ってこれない方の方がおかしいよ。ママは間違ってないよ。そうね。主役は二人だからと思って控えめにしてきたけど、なっちゃんのためにもっと派手なお着物出すべきだったかしら。これでも、万円くらい価値はあると思うんだけど、人間国宝の着物作家からひいおばあさまがいただいたものだって。翌日、夏子さん、おはよう。お見合いどうだった？あのお見合いセッティングしたの夏子さんだったんですね。中田ってうちの子会社の中田印刷ですよね。ハンサムだったでしょ。中田印刷の息子って言ったら後継ぎ候補から外されてるクソ息子じゃないですか。うちの母をどうそそのかしてお見合い話なんか持ってきたか知りませんが、もう一生やりませんから。ああ、もったいない。